はい、ではもう一度いきます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではいきますね。はい。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日収録の時点では23日のイブイブなんですけど、はい、今日ですね、一足早く、はい、お母さんがいる施設に、はい、あのクリスマスプレゼントを渡しに行ったんですよ。お、クリスマスプレゼント、はい、素敵ですね。で、中身は、はい、あのブランケット。今日寒いじゃないですか。いや、めちゃめちゃ寒いですよ。クリスマス寒波というやらで、はい、なので、あの、まあ、寒かろうとお母さんも思うので、ブランケットをあげたら、はい、まあ子供のように喜びまして、はい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 、めちゃくちゃ笑顔だったんですよ。ああ、いいですね、嬉しいですね。もうギューってやって、あったかいって言って可愛らしいですね。可愛らしいお母さんなんですけど、なんかデイでは、はい、なんか、うん、そこまで笑顔は見られないけど、なんか今日めちゃくちゃ笑顔だねって言って、デイの職員に言われたらみたいで、よかったですね。もうびっくり。もう子供に戻ったかってぐらいな笑顔だったんで、まあ、あげてよかったなと。いやー、もう本当に、だからもう娘さんからの素敵なプレゼントっていうことで。まさか私からもらえるとは思わなかったと思いますよ。いや、もうそれをもう本当に心に染みたんでしょうね。でしょうね。嬉しいですね。それにしても、はい、今何度なんですかね。今ですか。今日僕が来る前は13度とかってネットでは書かれてたんですけど、いや、ありえないぐらいマジで寒いです。風もありますからね。風もありますからね、本当に。いや、本当に、風を含めると0度付近の体感温度ですね。いやー、やめてください。私寒いの嫌いなんです。僕も大嫌いです。まあ、どうせだったら夏に戻ってほしい。本当です。僕夏生まれなので。あ、私は、まあ、夏というより秋かな。9月なので、はいはい、まあでも沖縄といえば9月は夏と言っても、夏と言っても過言ではないですけど、あ、もうとんでもない。はい、この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送してます。皆さん最後までお付き合いください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うー、本当に寒すぎてこの状況で進めていけるか、はい。なんですけど、キャンさんは誰かになんかプレゼントとかあげます？プレゼントですか？そうですね、今いとこが帰ってきてるので、はいはいはい、あのアメリカに留学してるんですけど、え、アメリカ、はい、なんか考えてあげようかなとも思いつつ、はいはい、ちょっと最近喋りが生意気になってきてるんで、生意気だいぶ生意気になってきてるんで、へえ、ちょっと、うん、お給据えるようなものを何かちょっと用意しようかなとかいろいろ考えてはいるんですけど、お、はい、ツイキャスの方でヤンバルカンガルーポーさんから 10.6 度です、東村は。うー、寒っ。これ何年か前にあられか雪かが降りましたよね。はいはいはい、はい、その時ぐらいまでに2月ぐらい下がるんじゃないですか。下手したらありえると思います、今年の冬は。ですよね。なんか毎年寒い寒いと言いつつ、はい、そうでもなかったのに今年はとんでもない。12月でここまで寒いのはめったにないですからね。めったにないですよね、本当に。ちょっとお待ちを。はい、番組の紹介していきますね。はい、よろしくお願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは kimagure.sachi@gmail.com、 スペルは kimagure.sachi@gmail.com
sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録を毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは、FM ギノワンセカンドでリスナーさんからのコメントをどんどん拾っていきます。ツイッターではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかこの前、はい、同じ、RBC の方のリスナーさんなんですけど、はい、が、サチラジっていうハッシュタグつけていいっていうのが来てて、はい、まあサチラジでもいいのかな、短く、おお、いいですね。確かに語呂もいいですもんね。語呂もいいですし、はい、だからちょっと迷い中なんですけどまあ番組が気まぐれラジオなんで、はい、そのまま気まぐれラジオにしようかなっていうような、あるんですね。まあ気まぐれなままにいろいろつけちゃってもいいかもしれないですね。まあまあまあ、気まぐれ、気まぐれで、はい、いいと思います。では、一曲いきましょうかね。はい、お願いいたします。今日は、クリスマスということで、倉木麻衣さんでウィンターベルズです。どうぞ。あ、寒い。今6分なので曲終わりで10分ぐらいですね。10分ぐらい、はい、あ、メールも一応来てはいるんで、もうコーナーはなしでいいかなと。なしでいきます、うん、まあ、例えで今日例題というか言ってっていう感じにしようかなと思います。一応タイトルコールして、なんか音楽かけるみたいなところまでやってみます。ですね、こんな感じでみたいな、はい、来月はぜひメッセージ等々お待ちしておりますみたいな感じで。あ、あんつばさん、こんばんは、いらっしゃい。あ、あんつばさん、メール来てましたので、後で1月1日分で読みますね。友達から DM が、長文かな、もしかして。クリスマスの今回のタイトル、なんかテーマのやつで面白いのがあったんで送ってって言って頼んだんですよ。はいはいはい。それを多分長文で送ってるんじゃないかな。 DM がてん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 でずっと来てるんでいいですね。来た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 、やっと来た。何分でしたっけ？4分30秒ぐらいでしたっけ？はい、あと2分半ぐらいです。 OK です。最近リオチとよく会うんで旦那が俺のダウン、これ私のだっつーのこ、私のだっつーの、実際言えば何かマスクを変えても結局曇るは曇るから意味がなかったっていうメガネがコンタクトにしようかな。コンタクトが一番いいですけどね。ね、あるからコンタクトにしようかな、次から。僕は3度目の掃除機僕もコンタクトなので、ん、毎回コンタクトしてるので。ああ、コンタクト、めちゃくちゃ目悪いので。
どのぐらいですか？0.01とか0.0なんとかとかですね。悪すぎ。悪すコンぎ。タクトの度数で言ったら4.5と3.5ですね。やっぱ。私でも、これあれなんですよ。そんなに度入ってなくて。乱視が入ってるんで、メガネなんですよ。もう自分はもう近視がえぐいです。もう外したらもうこれで見えるかな。いいやば。10センチ離したらもうぼやけます。マスクの鼻の頭のところにティッシュ挟んでみたらって。ああ、ここの方にってことか。もうあんま変わらんかもしれないでは、間もなく曲が終わりまね。はす。ーい。すぐマイク上げますね。お聞きいただいたのは、倉木麻衣さんで、ウィンターベルズでした。はい。では、早速なんですが、今週のテーマに行きたいと思います。大丈夫ですか？今週のテーマは、クリスマスにもらってびっくりしたものです。早速、どうしようかな。メールが来てるので、メールを一通読みたいと思います。お願いいたします。はいたい、りょうちです。りょうちさん、ありがとうございます。メール、毎回、先週来てなかったかな。ありがとうございます。ありがとうございます。今年の収録はこれが最後かな。今年もお疲れ様でした。来年もよろしくお願いしますね。クリスマスにもらってびっくりしたものね。くねくねするひまわりかな。爆笑。音楽とか音が鳴ったら反応するやつ。わかります？ほう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 。ああ、3月かけてるやつですか？そう、懐そかれ。しいですね。それらしいです。りょうちさんがびっくりしたもの。もらってびっおお。くりしたものは。らしいでそれす。は嬉しくてびっくりしたんですかね。どっちなんですかね？メールに書かれてないんですよ。これ何これってなったんですかね。多分そうだと思いますよ。多分そうじゃないかと思われます。ニャキニャキニャキニャニキ。ョキニョキニョキって。音楽に合わせにニョニョキニョキするのが。はそうそう、高保さん、それです、それ。で、私の友達から DM で、来てるんですけど、クリスマスにもらってびっくりしたものは、友達がくれたびっくり玉手箱。い。玉手箱って昔話に出てくるような玉手箱なのか。ちょっと私はそれを想像したんですけど、話を聞いたとき。で、内容があんまりないんですけど、私が全部話していいのかな？ 私が話していいのかな？まあ、いいか。この年でおばあになるかと思ったら、中から蛇が出てきました。はい。ああ、びっくり箱びっですくりね。箱。はい玉はい。手箱ならぬびっくり箱。だから、びっくり玉手箱だったんじゃないですか。と思います。見た目玉手箱ですけれそうど、そう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 、わーみたいな感じで。そりゃびっくりするわ。いや、友達とドライブ中に、なんかないっていう話をしてたら、この話が出てて、今の話が。で、なんかね、友達が言うには、ぼわってなんか煙が出てくるかと思ったらしく、おばあになるの？って思って行ったら、で、中開けたら、蛇がブワって出てきて、もうみんなでびっくりするっていう、オチ。車の中でですか？車の中で、友達のなんかクリスマスパーティーがあったらしいんですよ。ああ、じゃあ移動した先でってことでそうすそうね。そう、移動した先いやー、びっくりで、した。車の中だったらい危や、ないな。私も見てたら、びっくりして、それを急ブレーキ踏みますよ。危ない危ない。ツイキャスの方で、高場さんから。開けたら老人にならず赤ちゃんになる箱。わら。って そんな箱あったら、私は欲しいかも。あ、いいんじゃないですか、人逆生リに。セット。リセットできるから。いいかもしれない。僕は大丈夫ですね。意外と自分の人生満足してるんで。あ、そうなんですか？コントであるような、
バネで驚かせるやつね。そう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 、そうなんですよ。キャンさんはなんか驚いた、なんかもらって驚いたものってあります？驚いたものといえば、1個だけ、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、小学校3年生ぐらいの時に、ミニ四駆のコースを、ミニ四駆ってミニ四駆ですミよニ四駆ね。のコースを、もらったんですか？はい、サンタさんからいただきまして、あれ、まさかあれじゃないでしょうね。これではないでああ、す。びっくりした。はい。これではないですね。まあ、スタジオの中にミニ四駆のコースがあるっていうのでびっくりなんですけど。いや、一応、ミニ四駆が好きだったんですけど、長らく親にダメって言われてたんですよ。え、なんでですか？こんなものは、まだ早いって言われて。私でもそのぐらいの時やってましたけどね、いや、女のだ子でしたけど。から、うちの親はちょっといろいろと、お金使いたくなかったみたいで。あ、なるほ ど。はい。で、友達が気を利かして誕生日プレゼントでくれたんですよ、最初の1台を。それからめちゃくちゃハマって作りまくってってやってるうちに走らす場所ないんで、なるほど、なるクほリスど。マスプレゼントでいただいたという経緯ですね。もうそこからどっぷりミニ四駆の世界にはまりましたね。でも、ミニ四駆ってどっぷりハマると大変ですよね。僕は周りの友達にメカニックマンと呼ばれてました。あらら。ツイキャスの方で、ヤンバルカンガルーポーさんからびっくりしたプレゼントなんてもらったことがない。そうです。お、もらったことがない。まあ普通嬉しいものとかが多いですから普ね。通はそうですね。はい、そんなお笑いを取るための友達みたいなはい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 。感じのは私は求めてないのでまあ僕周りにそういう友達ばっかりなんですけど で、陸海空さんからツイキャスの方で。びっくりしたプレゼントは 3D ボクサーパンツ。え？誰にも見せる、誰に見せるばって。3D ボクサーパンツ。ちょっと気になりますね。どんなのなんだろう。私はまあ女性なんではい。よくわからないんですけはい。ど、なんかそういうのがあるんですか？いや、僕も初めて聞きました。え、あるの？ あるの？クエスチョンマーク。ボクサーパンツといえば、一つ気になるのは、ワコールさんが出している女性のレース柄の、男性用ボクサーパンツがありますね。あ、そうなんですか？はい。なんかいろいろあるんですね。超人気らしいですね。結構お高いんですけど。ボクサーパンツなのにトランクスのようなこのスースーとした履き心地がいいということで人気らしいですよ。ほう、高保さんから、びっくりしたプレゼントは記憶にございませんです。なんか皆さん、あれですね、びっくりしたプレゼント、まあ、意外なものといえばって、私的には、はい。指輪とかのサプライズでプレゼントする方っているじゃないではすいか。はいはいはい。カップルとか、新婚さんとかで。ああいうのをちょっと想像してたんですけど、はい。はい。もらってない方の方が多いっていうのがちょっとびっくりですね、私。びっくりしたプレゼントって別にもらった経験だけじゃなくて、あげた経験でもいいまあ、かあげなとたは思うん経です験けでど、もいいですけどね。僕もあげたこともあるので、あるんですか？長年彼女いなかったんで、彼女できた時の練習だと思って母にサプライズでプレゼントしたことがあるんですけど、何プレゼントしたんです？ウォークマン、ウォークマン。はい、音楽聴くの好きな方なのでデジタルのウォークマンをプレゼントしようと思ったんですけど、ただプレゼントしても面白くないじゃないですか。だからウォークマン専用の充電ができるスピーカーと、それが見えないぐらいお菓子を詰め込んだ紙袋を親に、はい、誕生日プレゼントってやったと思います。で、どうでした？反応は。最初は、何これって怒られたんですけど、で、怒るんはい、だ。で、開けてて、何これって喜んでます。はい、逆に。はい。でも、両方とも、何これでしたね。反応が、何こ何れ。これって言ってましたね。なんだそりゃって感じですね。なんだそれ、もう、全く逆な反応っていう感じですそうよですね。ね。見事に全く逆の反応してましたね。まあいいことではあるんですけどね。ヤンバルカンガルーポーさんから。ただ、青大将を学校に話して驚かした経験はあります。え？青大将って何ですか？
青大将は、蛇だと思います。蛇。はい。蛇嫌い私。青大将、確か一回捕まえたことあったような気がするな。あ、ええー。青股ってやつですね。赤股とはまた違う。はい、赤股とはまた違う。蛇。いや、蛇。私は無理です。私は無理です。さっき陸海空さんが言ってた、3D のはい、ボクサーパンツボクサーパンツ。のことを、陸海空さんが言ってるんですけど、はい。あそこを大きく見せるやつ。ああ、なんと、なんと。なんと、びっくり。その 3D ですか。その 3D の方なんですね。なんと、びっくり仰天。びっくり仰天。見栄を張りたい男性、ぜひ購入してくださいと。ですね。あとは、高場さんから、このような行事には縁遠いのでって クリスマスですか？ クリスマス以外でもいいですよ、別に。なんかププレレゼゼンント。トあれば。陸海空さんからも、蛇嫌い、俺蛇年だけどって。蛇 年だったんだ、私も年だけ覚えてて、なんだっけ、十二支、わかんなかった。わかんなかった、全然。私、あとは、まあ、旦那見てるんでいいんですけど、はい。まあ、後でプレゼント渡しますので。おお。私にはないのかな、的な感じなんですけどね。いいですね。中身は、シークレット。中まあ、身はシーそクれレット。開けてからのお楽し開けみでてすからのお楽しみということで。か。はい。まあ、欲しいもの言ってたので、はい。それを買いました。おお、素敵ですね。まあ、本当は買う予定はなかったんですけど、はい。時間が今日なんせ有り余ってたので、ちょっと旦那にもプレゼントをあげようかなと。いいですね。僕も誰かプレゼントくれないかな。あげるって言いたいんですけど、やめときます。大丈夫です、大丈夫です。僕は自分にプレゼントしたいと思います。まあ、それもいいですね。それもいいですね。私はもう自分で自分の、まあ、買ったっていうか、はい。買おうかな、的な感じですかね、いや、今こののととこころ。ろ結構頑張ってたんでね、僕自身よく頑張ったということで、自分にご褒美あげたいと思います。その方がいいです。ありがとうございま す。ツイキャスの方で、ヤンバルカンバ、カンガルーポーさんから、来年、年男だけど、山内さんと同じ年だからって。そうなんだ。山内さんって、なんか言ってましたね。実はですね、僕も年男なんですよ。来年ですか？はい。いい。なので、ちょうど一回り違うということですね。そうなんだ。いい。ということで、今ので年齢分かっちゃいましたね。分かっちゃいましたね。はい。高保さんからサッカーのソックスや、タオルをいただきましたねって。タオル？ああ、タオル。サッカーのソックスって結構長めのやつですよね。サッカーのソックス。まあ、そうですね。結構、で、厚みもありますからね。厚みありますね。はい。サッカーのソックスとかより私、全然短い方がいい。バッシュとかで結構隠れはするんですけど、長いのだとうざくて。バスケはあんまりそういえば長いのやってるイメージないんですないね。です、ないです。ジョーダンさんはでもハイソックスのイメージですね。私もそうだけど、まあ、アメリカの選手って結構ハイソックスの方多いですよね。そうですね。陸海空さんから、まさか仏壇じゃないだろうなって。違うからね。お父さんのために仏壇を買ったんですよ。おおおお。それで27にそれが届くので、はい。で、それじゃないかっていうのを今旦那が言ってたんですけど、まさかそれがクリスマスプレゼントだったら驚くどころの話じゃないですよいね。や、もうびっくりを通り越して、まあ、サプライズですね。ですね。はい。お父さんにはサプライズかもしれんけど。はい。あ
あと何分ぐらいありますかね。もう残り1分ぐらいですね。はい、じゃあ、来週1月1日、元日のテーマに行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。テーマは、フリー、かっこ、今年、あ、間違えちゃった。もう一度いきますか。もう一度行きましょう。フリー、かっこ、すぐ忘れちゃう、今年の目標。確かに忘れがちですね。そう、忘れがちの忘目れがちです。標を、ちょっと聞かせてもらおうかと思います。はい。ので、まだ、収録間に合いますので、送ってない方送ってもらえればと思います。はい、お願いいたします。あと1分ぐらいあるかなと私は読むんですが、どうでしょうあか。と20秒です。20秒。はい。はい、では、今週もありがとうございました。MC はサッチーと。はい、ミキサーのキャンでした。噛んじゃった。では、また。来週、そして新年、良いお年を。良いお年を。今日2週撮りなんで、そっか、フリームーンのやつもついでに言おうかな。あっつ。さっきは寒かった。足元は寒いんですけど、なんか体は暑いという。よいしょ。一回切ってからま一た配回信切っしまてす配ね。信、はい、お願いしまちょっす。と2日分に分けるので。